レンズマウント。レンズマウントは、レンズ交換式の光学機器において、レンズとボディを接続する機構である。レンズマウントは、カメラボディ、本体とレンズの接合機構であるため、両者が共に、一定の前提を満たさなければ、ボディとレンズの互換性を保つことができない。機械的には、両者の看護部の構造や寸法など、光学的には、ボディのフランジバックなどが、問題になる。 近年ではその他に、ボディとレンズの間での信号を伝達する、電気系の互換性も必要になる。レンズマウントの機構は、その装着形態から、ねじ込み式とバイオネット式、スピゴット式の3種類に分けられる。スピゴット式もバイオネット式の一種という解釈もあるが、当記時においては区分して扱うものとする。原理的には、前者は装着時にレンズが、 ボディに対して回転し、後者は回転しないという際がある。このほか機械的には、マウント開口部の大きさや、フランジバックの長さも当初設計上の重要な点である。ねじ込み式マウントとは、マウントとレンズ接合部とに、ネジが切られており、レンズを回転して、ボディにねじ込んで装着する形式である。スクリューマウントとも言う。ライカ L マウントや、M42 マウント、 プラクチカスクリューマウントが、その代表例である。現在においては旧式のマウントと認識されているものの、バイオネットマウント早々期当時には、レンズ脱着で、ネジの摩耗はあってもマウントフランジ部の、殺素がなくフランジバックが狂わないという理由で、ネジ込み式マウントを支持する見解もあイレギュラーな使い方ではあるが、ネジ込みを緩めることによって、摂写効果を高めるような使い方もできる。 第一線からは知りいたものの構造のシンプルさゆえに、未だ現役のマウントもある。現在では、多くのメーカーが撤退したため、便宜上当時の公式名称よりもネージュ系で、M マウントという故障が使われることが多い。噛み合わせ用の爪がマウントとレンズ接合部に付けられており、ボディ側の空いている箇所に、レンズ側の爪を差し込み、そのままひねることで装着が可能。脱着が容易なため、 古くは、コンタックスマウント、ライカ M マウント、ニコンカイマウント、新しいものでは、キャノン EF マウントなどほとんどのカメラにおいてこの方式が採用されている。2018年9月現在発売、発表されているミラーレス一眼カメラは、すべてこの方式である。語源は、ソケット式の銃剣を銃に装着する動作とレンズを装着する動作が酷似していることら来ている。 ボディ側のマウント内周に噛み合わせ用の爪があるうち、爪型とボディ側のマウント外周に噛み合わせ用の爪がある、外爪型があり、バイオネット規格として主流になっているのは内爪型で、あるが内側がねじ込み式で外爪、バイオネットを併設、あるいは内外双方に爪を持つダブルバイオネット式を採用したマウントもある。 外爪型はスピゴット式と認とが酷似するため紛らわしくなっているが、レンズ側のマウント部が回転せず、締め付けリングを回転させて装着するのがスピゴット式で、レンズ側のマウント部を回転させて装着するのがバイオネット式である。ほとんどのマウントはレンズを装着するとき、焦点を無限円から合わせるとき、絞りを開放側に合わせるときは時計回りにレンズを操作するが、 コンタックスマウントと、その純互換マウントである、ニコンマウント、およびニコンカイマウントや、オリンパスペン F マウントなど、半時計回りに操作するものも存在する。レンズ本体は回転させない、内視回転による位置決めがあるものもあるが固定の、ためではなく、別体となっているリング、スピゴット・オーバイヨネットのように、あるいは、ネジで締め付け、レンズを固定する。語源は、 水道配管などに使われる締め付け式の1スピゴットからレンズを回転させずに装着できることからボディとのより高い連動性を着されたが大型レンズの取り付けなどに難があった片手でカメラを保持反対の手でレンズを保持したとするとスピゴットを操作するために3本目の手が必要になるため採用メーカーは数社にとどまったライカエルマウントプラクチカスクリューマウント エクサクトマウントが典型例であるが一つのレンズマウント規格に合わせて多数のメーカーがカメラやレンズを作り上げた場合そのレンズマウントをユニバーサルマウントと呼ぶ以前はペンタックス系マウントを一眼レフカメラにおけるユニバーサルマウントとして使用公開し実際リコーシグマ等が採用しただが1983年にペンタックスが スーパー A を発売した際、電子接点を搭載したカマウントを採用し、プログラム AE を実現したが、他社にカマウントの仕様を公開せず、独自企画とした。これを短所とし、一眼レフカメラのオートフォーカス化 AE 化によって、レンズとボディとの電子通信が必要になるにつれ各社ごとに企画を抱え込むようになってしまい、結局ユニバーサルマウントとしては成功しなかった。 ちなみに1984年にリコーが XRP を発売する際には RK マウントという独自規格の電子接点を採用しプログラム自動露出の互換性は崩れている。交換レンズメーカーのシグマとトキナーとコシナはこの対応に対し K マウント交換レンズにペンタックス化とリコー RK の両方の電子接点を設けることでケツ・タムロンは アダプトール E でペンタックス化とリコー R 系用の両方を発売して解決しカメラメーカー純正より交換レンズメーカー製のレンズの方が互換性が高いという妙な事態となった。以後各社が独自マウントを採用しているのもオートフォーカス、自動露出が必須になり各社独自使用が必要であるからだと言える。 デジタル一眼レフが普及し始めた2003年には、オリンパスとコダックによって、デジタル一眼レフカメラ向けにフォーサーズシステム、マイクロフォーサーズシステムが提唱され、レンズマウントもその規格の中に盛り込まれている。2010年現在、パナソニック、ライカカメラ、シグマ、コシナが三角。カメラボディのレンズマウント規格とレンズのボディマウント規格が一致しないときに、 両者を仲立ちして装着、使用を可能にするための器具をマウントアダプター、レンズアダプター、マウントコンバーターともと呼ぶ。マウントアダプターの存在理由はカメラレンズメーカーが規格の変更を行い過去の互換性のためやむなく制作したものなどもあるが他社のレンズを別の規格のボディで楽しむ、歴史的な名レンズを楽しむなど積極的に写真制作に活用できる場合もある。 マウントアダプターは一般に、ただレンズをカメラボディに取り付けるだけのものであり、通常は自動絞りや絞り値連動、オートフォーカスや電力、信号接点などの機能まで変換するものではない。マウントアダプターは、フランジバックの長い規格のレンズを短い規格のボディに取り付けるためには使えるが、逆に短い規格のレンズを長いボディに使うことには、いろいろ問題が出る。 もし光学的性能を無視して、単にレンズとボディの機械的結びつきを提供するだけであれば、後者も可能だが、その場合は接車リングを挟んだのと同じ状態になり、無限遠側のピントが出ず、近距離専用となる。この問題を解決するためにマウントアダプタに補正用の光学系を内蔵することにより、レンズ側が要求するフランジバックよりも長いフランジバック持つカメラで使えるようにしている。 マウントアダプタも存在するが、内面反射が増えること、焦点距離が変化してしまうこと、移りに大きな影響を及ぼす、最後玉に非純正レンズを採用することへ抵抗感、また、レンズ部分の後玉の交代によりアダプターのレンズに衝突し、結局無限縁が出なくなってしまうなどの欠点がある、ため、あまり好まれない。例外として、マニュアルフォーカス一眼レフカメラの全盛期には、 接写撮影専用として、フランジバックを無視し一眼レフカメラに、ライカエルマウントレンズや、シネカメラ用レンズを取り付けるアダプタが一部のメーカーに存在した。単純に、フランジバックの短いカメラなら、フランジバックの長い別のマウントのレンズも、マウントアダプターを使って取り付けられるとは限らない。例えば組み合わせる2つのマウントのフランジバックが、近接している場合、 マウントアダプター分の厚みが確保できない場合がある。さらに、マウント口径の代償や、突起物の干渉によっても制限を受ける。また物理的な問題とは異なるが、マウントそのものの人気、普及度などの問題もある。取り付けはできてもレンズによっては、絞りの制御が不可能になってしまう場合もある。例えば、自動絞り、実絞り切り替えのない自動絞り M42。 マウントレンズを絞り込み、P を押し込み、機構のない一部の M42 マウントアダプターに装着した場合、絞りを絞り込むことができない。また、キャノン EF マウントのように、ボディ側からレンズに電源を供給し、電磁絞りを制御するものは、アダプタ仕様の場合は、絞り込むことができないため開放絞りで使うことになる。さらにニコンカイマウントの G タイプレンズは、電磁絞りではないが、 絞り感がなく最小絞りで固定された状態である他、アダプタ仕様の場合は、最小絞りで使うことになる。自動絞り機構自体は、機械的にレバーを跳ね上げて動作させるため、レンズの絞り込みレバーにプラスチック片を挟み込んで、絞り開放に固定し使うものもいる。カメラメーカーが、カメラのレンズマウントを更新する場合、旧来のユーザーに配慮して、 マウントアダプターを用意するということがしばしばあった。代表的なのが極光学工業、原ペンタックスの純正アダプターである。初期のアサヒフレックスに用いられていた M37 マウントからアサヒペンタックスの M42 マウントへの移行の際にもマウントアダプターを提供していたほか、M42 マウントのレンズを現在採用している K マウントに移行する際にもアダプターを用意し、 現在でも3150円、消費税込みと比較的安価に供給している。これは、同社がマウントを移行させる際フランジバックを同一に設定したことにより、フランジバックを変換する必要がなく、工作精度の要求が比較的低いためである。フランジバックが同じであるため M42、ネジを切っただけのアダプタは、軽マウント内にねじ込まれ、フランジ面は、 カメラのものを使う。このアダプタは、単純に機械的な接合を変換しているだけで、自動絞りなどには対応していない。ペトリも最初、M42 マウントだったが、バイオネット式マウントに移行するときにアダプターを用意した。富士も最初、M42 マウントだったが、バイオネット式マウントに移行するときにアダプターを2種類用意した。XS アダプターは、 フジカアックスマイナス1、フジカアックスマイナス3用で絞り込み AE が可能。XD アダプターはフジカアックスマイナス5用でマルチプログラム AE に対応した。ペンタックスは他に同社の中盤カメラ用レンズを K マウントで使えるようにするアダプターも製造している。またマニュアルフォーカスからオートフォーカスに切り替わった時もそれまでのマニュアルフォーカスレンズを オートフォーカスで使えるようにした AF アダプタ、FAF アダプタ 1.7X を発売し、現在まで現行品であり、1.7倍のテレコンバーター部分のレンズを駆動することにより、オートフォーカスを可能にしている。ニコンも1.6倍の AF テレコンバーター、TC-16A を発売していたが、現在は発売していない。イカをはじめ各社から発売されている。 ライカ L マウント用のレンズをライカ M マウントボディに装着するために用いる外側が M バイオネット内側がネジになっているアダプタも金属製リングであるこの場合 M マウントの方が L マウントよりフランジバックが 1mm 短いのでマウントアダプターの厚みによりこれを調整している距離系連動式なのでフランジバックを高い精度で一致させる必要があり メッキをかけた上から削り直すなど、最新の注意が払われている。また、M マウントが持つファインダーのブライトフレーム、切り替え機能にも対応させるため、3種類のアダプターを、レンズの焦点距離に応じて、使い分けるようになっている。ソビエトのゼニット1番レフカメラでも、初期の M39 マウントと後の M42、 マウントではほぼ同じフランジバックに設定されており、ペンタックスと同様のアダプターリングが用意されていた。ただし、わずかに M39 マウントの方が、フランジバックが短く、厳密な無限遠は出すことができない。なお旧ソ連には、エギザクタ5巻、M425 巻、ニコンカイマウント5巻などのカメラが多数存在いていた、ため、現在でもこれらの間のアダプターなどは、 ロシア製のものを多く見かける。デジタル時代のユニバーサル企画であるフォーサーズマウントはフランジバックが短いため他社用アダプタも多いがさらに後継フランジバックが短いマイクルフォーサーズ企画が登場したた、フォーサーズからマイクルフォーサーズへのアダプタは純正で用意されることになった。マイクルフォーサーズはフォーサーズのサブ企画であるためアダプタでは情報 電力伝達などの接点規格も変換される。マイクルフォーサーズがフォーサーズと電気的にも互換性を取るマウントアダプターを出す規格、設計をして以後に出てきたソニー E マウント、ニコン 1CX マウント、キャノン EOS、M マウントでも自社の先行マウントのレンズと電子的互換を取るマウントアダプターが作れるマウント規格となっている。これは A までのカメラの歴史の中で マウント変更がユーザーの所有レンズ、自社レンズラインナップが振り出しに戻ってしまうリスクに対しての大きな軽減要素となっている。既存ユーザーが同じメーカー内の新マウントに留まる既存のレンズをメーカー公式のマウントアダプター経由でとりあえず使えるため大事な要素となる。一方通信プロトコルが分かれば他社レンズを電子互換にするマウントアダプターが 技術的には可能だが、今のところは、完成度が低く、大きな動きにはなっていない、ロシアのダンデライオン、キポンの EF レンズ用、マウントアダプター。なお、伝統的に、マウント規格を変えていないことをうたっており、工業用レンズなどのユニバーサル規格にもなった、ニコンカイマウントでは、細かく見ると、絞りピンの制御方式など、機械的規格、電気接点の有無など、 複数の規格が存在する。ニコンでは AI 以前のレンズを新ボディで使いたいユーザーのためにアダプタではなくフランジバックを変えるわけにもいかないためでもあるレンズの絞り感を AI 方式対応のものに交換する AI 改造サービスで対応していた。同様にライカ M マウントレンズはデジタル時代になってボディに レンズ情報を伝達するための接点の追加をレン改造サービスで対応することになった。一方、自社では採用していなくても M42 マウントエクサクタマウントレンズはフランジバックが長いことや多数のレンズが流通していたこともあり、比較的多くのカメラボディのための純正のマウントアダプターの設定があった。しかし現在ではオートフォーカス化デジタル化によって マウントアダプターを作ることが困難になってきたた、カメラメーカー純正のマウントアダプターの多くは姿を消してしまった。代わりに、いくつかの写真用品メーカーから、様々なマウントの間でレンズを装着可能にするアダプターが発売されおり、これによって、例えばニコンカイマウントのレンズを、キャノンの EOS、EF マウントのボディに装着可能になる。アダプター用途に適した例として、 比較的フランジバックが短く光景が大きい、キャノン EOS ボディ用、あるいはデジタル一眼レフカメラのフォーサーズシステム及び、マイクロフォーサーズシステムや、ソニーの E マウントのボディ用には純正、非純正を含めかなり多くのアダプターが存在する。フランジバックが短いことを売り物にしたアルパ、アルパアルパアルネア四からアルパ十一 s i 用、レンズアダプター。参照、ミランダカメラ。 ミランダのカメラ製品一覧ミランダマウント一覧レフカメラ用アダプター参照。オリンパスペン F、オリンパスペンカイペン F システムのアクセサリー参照。コニカカイマウント、ニコンカイマウントレンズ用、エクサクタマウントレンズ用、コニカ AR マウント、ニコンカイマウントレンズ用、エクサクタマウントレンズ用、M42 マウントレンズ用には、多数の自社製、マウントアダプターが用意されていた。 また種類は少ないながらカメラボディのメーカーが用意した自社製マウントアダプターは以下の製品があった。逆にフランジバックが長くアダプターを使うのに不利なニコンカイマウントボディ用のアダプターはほとんど存在せずあっても補正レンズ入りまたは中盤、大盤のレンズ用がほとんどである。ただし例外としてデッテルマウントはニコンカイマウントより フランジバックが短いが光景が、ニコンカイマウントより極端に小さいため、ボディにめり込ませる形で無限円が出せ、ボディからレンズへの絞りしじピンもアダプター周囲の間で操作できる面白い製品もある。また、アダプターとは呼べないが、ライカールマウント、オリンパス OM マウント等のレンズのマウント部分専用品に交換して、ニコンカイマウントにしてしまうという製品も存在する。 ミラーボックスが必要ない距離計連動式カメラは構造上フランジバックを短くできるため、ライカ L マウントやライカ M マウントに各社一眼レフカメラ用レンズを取り付けるマウントアダプター多く存在するが、これらは距離計に連動しない。かつてハンザから距離計連動式を歌う一眼レフカメラレンズマウントアダプターが発売されていたが、これはカメラの距離計を単体距離計として使い、 その結果に手動でレンズの距離メモリを合致させるもので距離計連動ではない。レンズ専業メーカーでは異なる規格のボディに同一レンズを装着するために中間マウント規格を提唱し発売するレンズはそのマウント一種類で各社のボディへはアダプタにて対応するという指揮を取る場合があった。タムロンがマニュアルフォーカスレンズにおいて採用していたアダプトオルシステムは この代表である。同じレンズを各社のマニュアルフォーカスカメラで共通して使えるように自動絞りや絞り値連動など各社マウント固有の機能まで含めて変換するように設計されたシステムである。複数の会社のカメラを併用するユーザーにとっては便利な存在であった。オートフォーカスカメラの普及に伴いタムロン製レンズもマウント固定式に移行し2006年にタムロンより 製造中止のアナウンスがあった。このような変換マウントシステムは、他のレンズ専業メーカーのトキナー、シグマ、三強後機などにも存在したが、タムロンだけが普及に成功し、他社は比較的早期に固定マウントへ路線変更した。試作では1986年のフォトキナにて、シグマが在レンズと称するミノルタ A マウントと、ニコンカイマウント2種のマウント交換式。 オートフォーカス交換レンズを参考出品した経緯があるが、やはりカメラボディ側の進歩にレンズ側のアップデートが追いつかない事情から発売は断念されている。これとは別に、主に望遠鏡のマウントである T マウントを変換マウントとして用いるレンズをタムロン、日東工学などが製造していたが、自動絞りに対応できなかったため早期に姿を消した。 しかし、今でも特殊用途、望遠鏡、ピンホールレンズ取り付けなど向けに T マウントアダプターが、写真用品メーカーなどから販売されている。T マウントは、M42 マウントによく似た 42mm 口径の、ねじ込みマウントだが、ねじピッチ 0.75mm であり、フランジバックも異なる。AE、AF 機能が普及した以降のマウント規格は、単なる形状の変換。 絞りピンの力伝達。稀に、レンズシャッターの巻き上げやシャッターのトリガーのみならず、フォーカシングモーターの力伝達。レンズ内モーターや CPU 手ブレ補正機構への電力伝達。レンズ内 CPU との情報伝達。レンズの Y 極補正や周辺現行補正情報まで伝達するものもあるなどを担うとになる。通常のアダプタではこれらの変換は不可能であるため。 アダプタを使用すると一部の機能を犠牲にすることになる。AE カメラでレンズアダプタを使う場合、絞り優先で実絞り、絞り込み状態で速攻で使うかマニュアルモードで使うことになる。つまり、レンズ側の実絞りを設定し、速攻後適切なシャッター速度をカメラが決定するモードになる。一眼レフカメラでは絞り込まれた状態ではピント合わせの障害になるが、 ライブビューでピントを合わせられるデジタル機種ではその障害も軽減される。アダプタの使用を念頭に置いた設計では、プログラムモードは絞り優先モードに、シャッター速度優先モードはマニュアルモードに自動的に切り替わるものもある。またアダプターには電子接点がないため、カメラによってはレンズ未装着と認識し、シャッターが切れなくなる場合があるが、この場合は、 望遠鏡アダプタなどの使用を考慮し、強制的にシャッターを切るモードで対処できるカメラが多い。前述したマイクルフォーサーズ企画は、ミラー、レフレックス機構を省略することを前提としている。すなわち、広角ファインダーを持たず、イベフ、背面液晶でのライブビューによるフレーミングを、被げとしている。このため歴史的に見ても、劇的にフランジバックが短く、 多数のレンズからのアダプタが用意されている。または、アダプタの2段以上重ねにより、レンズを利用できる。ただし、フィルムと CCD、CMOS サイズの違いによる画角の違いがあり、広角に不利であること、デジタル特有の問題であるレンズの増加は、テレセントリック性の不足により、周辺現更などが起きること、などには留意したい。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。